こんにちは今回は世界の姿5回目ですまずは3つのポイントを見ていきましょう1つ目面積上位の国ロシアカナダに広がる大自然ということで面積が上位の国を5つ取り上げたいと思います2つ目面積世界最小のバチカン四国なぜオリンピックに出場しないということでですね 面積が最も小さいバチカン四国ってあるんですよねで、オリンピックに出場しないんですよなぜしないのかという理由を探ってみます3つ目人口上位の国中国インドの順位はいずれ逆転するということで今は1位が中国2位がインドなんですがいずれは逆転すると言われているそれがなぜなのかというところを見ていきたいと思います それでは1つ目のポイント面積上位の国ロシアカナダに広がる大自然というところなんですね、えー、面積上位の国を1つずつ見ていきます。まずは第1位がこちらロシア連邦です。これめちゃくちゃ広いですね。うんなんだけどね。これ人口密度っていうのは低いんですよ。つまり人がね。集まって暮らしている。ま率ね。人口密度は低い。なぜかというと。 結構ロシアってね土地広いんだけどそんなに人住んでないんですよ、まあ、人口だとですね別にトップ3とかに入ってくることも全然ないですよねあのこちらのシベリアね、まあ、こっち側のシベリアっていうのは結構ですね生活するのは大変で、えー、そういう意味では、まあ、広いけれども、まあ、大自然が広がっていて人が多く住んでるというわけではないということなんですねでは第2位がこちらカナダです まあカナダって言ったらねまたこれも大自然といいいうイメージを持ってもらえるんじゃないかと思います例えばスキーをねするとかねそういうのもあるし何かこう森林が広がっている日本はカナダから木材多く輸入してますからねあるいはナイアガラの滝っていうねあれだってすごい壮大なものだじゃないですか、まあ、そういうふうに大自然が広がっているというイメージで1位がロシア2位がカナダこれはもう絶対覚えてくださいね。ではは3位は こちらアメリカ合衆国、うん、アメリカね、まあそれはアメリカ広いっていうイメージはあるでしょう。じゃあ第四位はというとこちら中国なんです。実は第三位のアメリカと第四位の中国っていうのは面積ほとんど変わらないと。だからね、まあ中国とかだよ仮に領土を拡大すると。 ねまあちょっと日本の土地狙われちゃたまりませんけれども尖閣諸島とか問題になってるじゃないですかもし中国がどんどん領土を広げたらひょっとしたら逆転ってこともあるかもしれない、ね、現状では三位アメリカ四位中国ね第五位はというとこちらブラジルですねはい、南アメリカ大陸にあるブラジルこれも大きな国ですよアマゾンガーが流れていますよねということで まあね一位ロシアにカナダに代表されるように結構大自然が広がっているというイメージがある国が面積が大きいということを覚えておきましょうそれでは二つ目のポイントです面積世界最小のバチカン四国なぜオリンピックに出場しないっていうですね え先ほどは面積が大きな国5つ取り上げましたが今回は面積が一番小さな国を取り上げてみたいいと思いますでそもそもバチカン四国っていうのがねどの辺にあるのかっていう話をしようと思うんだけどこれ世界地図だよね世界地図。でまあこちらがヨーロッパということになるんだけれどもちょっとヨーロッパ拡大してみるよこちら。えー、これ見えますかねこここが、えー、まあ陸とということになるんだけども ここがですのイタリアという国がまずここにあるんだとさらにこれを拡大してみるとこちらですこれがイタリアなんですね、うん、あれいやバチカン四国の話でしょといやイタリアじゃないでしょとこれね、えー、イタリアの首都って知ってますかローマですね、うん、ローマの休日のローマですよであのローマの中にこの辺かこの辺りにですね ローマがあってそのローマの中にバチカン使国があるんですよ。一体どういうことかと。まあつまりローマっていう都市があるよね。うん、でこれ先生バチカン使国行ったことありますよ。でイタリアのローマにね行ってこうめいろいろ見てるわけよね。だからバチカン使国あちらみたいなこと書いてある。てテ,テク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 っていうふうに歩いていってなんかでっかいこう宮殿が出てきたみたいなね。うんまあ大聖堂なんだけどもそう大聖堂があってはなんか立派な建物あるなと思ったら気づいたらもうバチカン使国の中に入ってたんですよ。国境検問所とか何もないと。 ローマ市の中にバチカン市国があるというですねまあ、こういうぐらいのことなんですよねで、まあ、なんでオリンピックに出場しないのかっていう風に言うといやそりゃあって先生ね面積がちっちゃいんだから人だって住んでないでしょってまあ、そりゃそうなんです800何十人ぐらいしか住んでないんですよ1000人もいないでもね人数が少なかったってオリンピック出る国はあるでしょ頑張って1人とか2人でこう1人で旗持ってるとかねそういうことあるでしょこれなんで出場しないのかって言うとですねこれカトリックの国なんですよ いや別にカトリックだったら出ちゃいいいけななとかないですよキリスト教のカトリックの国なんだけどもそのですねまあ枢機教とか司祭とかそういう、まあ、結構偉い人だよね選ばれた人たちとかねそういう人たちが中心なんですよ。先ほど870人って言ったんだけどもその枢機教とか司祭とかそういうですね人たちだけで400人以上いると大概そういうふうに選ばれる人たちって、まあ、おじいちゃんですよね。 うん、これはまあ20代30代っていうよりはまあ50代60代70代80代とかが選ばれていくわけですよちょっとその人たちで選んでオリンピック出るのちょっとね、うん、この70代とかね数気境に 200m 走行ってくださいとかいうのはちょっとそれはね無理な話ですよね。ということで、まあ、バチカン市国はですね、えー、面積がちっちゃいということで、まあ、オリンピックにも出ていない国だということなんですよね。 それでは3つ目のポイント人口上位の国中国インドの順位はいずれ逆転するという話をですねしていきたいと思いますさっきは面積だったから今回は人口ね人口の上位の国やっていくよまず第1位がこちら中国中華人民共和国です、えー、これはまあ人口がですね十何億人かいるということでトップなんですよねで2位がこちらインドうん まあ、当面1位が中国2位がインドということなんだろうけどもいいずれれ逆転するる。と言われているそれがなぜかっていうとね中国は年頃から一人っ子政策っていうのをやってるんですよ。で一人っ子政策って何かっていうと中国国民ね人口がどん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 増え続けていったからいやちょっとこのペースで増え続けるとまずいということで一人っ子にしましょうと。 子供一人だったら、子供が一人だったら、まあ、税の優遇措置が受けられる。まあ言ってみれば税金が安いってことよ。言い換えれば二人以上子供を作ると税金がポーッと高くなっちゃうと。だから子供ね、ちょっと二人以上は作らないとね、作ると大変なんだよなってみんなが思ったら、じゃあ子供は一人までにしときましょうみたいな風になりますよね。まあ、そうやって中国はちょっと人口を抑えようという方向に進んでいる。 まあ今はね一人っ子政策そこまでね厳しくはやってないけど昔は結構ねやってたんですよそれで人口の伸びがちょっとね収まってきたそれに対してインドは今でもぐん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 伸び続けているのでいずれは抜かすんじゃないかというふうに言われていますこの人口の2強に対してですね離れた第3位がこちらアメリカ合衆国ね、うん、アメリカ人口も3位つまり面積も3位人口も3位というふうに覚えておきましょうねもちろん経済規模は1位ですよ なんだけれども、面積と人口は三位と覚えておくといいと思います。それでは、今回学習した内容を練習していこう。まずはこちら。丸一、丸二、丸三、丸四、丸五というのは。面積上位の国五つです。一番から順番に入れていこう。丸一番が。ロシア、もしくはロシア連邦と。 いうことですね、2位はこちらカナダねロシアとカナダ大自然が広がっているという話をしました3位人口も3位だったよここはアメリカまあアメリカ合衆国と書いた方がいいけどここではアメリカと書いておこう第4位3位と4位面積ほとんど差がない中国 まあこれも中華人民共和国とね正式名称と言われたら中華人民共和国と答えを。5位の国はブラジルアマゾン川が流れているという話をしましたよね。以上が面積の上位5か国。じゃあ面積が一番小さな国もさっきやったよねあこの辺とこの辺とも大体しか言えませんよね。えー、この国の名前はというとここです。 バチカン四国ととこれも歴史とした国なんですよ国なんですね独立国なんですけれどもこれはただある都市の中にあるっていう国家なんですよね。どこれはイタリアの首都ローマのローマ市の中にある世界最小の国家という話をしました。 それでは続いての練習人口トップ3の国をやっていきましょう1位2位3位とありますね、うん、これは正式名称でいってみましょうか1位は中国中華人民共和国とまあ一人っ子政策をやってるとはいえまだ当分1位でしょうねでは2位です 2位はインド、いずれは1位になると言われています。そして離された3位、面積も3位の国だったよ。これはアメリカ合衆国ですね。まあ、正式名称というふうに言われたらアメリカ合衆国と答えるようにしようと。ということで、えー、人口もねこのトップ3の国は覚えておきましょう。 それでは今回のポイントを3つおさらいしておきましょう1つ目面積上位の国ロシアカナダに広がる大自然ということで自然が豊かな国はね、面積が広いという話をしました2つ目面積世界最小のバチカン市国イタリアの首都ローマの中にある最も小さい国でしたよねオリンピックには出場できるわけがないと ね、数百人の、まあ、人口のうち半分はですね、まあ、いわゆる高齢者に3つ目人口上位の国中国インドの順位はいずれ逆転するということで今1位は中国2位はインドなんだけれども中国は一人っ子政策というのをやったので、まあ、いずれはインドが抜いていくんじゃないかと言われている今回はこの3つのポイントを学習しました。 今回回は世界の姿5回目でした面積や人口のまあ上位面積についてはですね一番まあ小さなバチカン四国についても学習しましまたねで人口というのはもちろんこれは刻々と変化をしていくということで3位までっていうのはそうそう変わることがないということなんだけどもまたこれもですね20年30年と見ていくと順位は結構変わってくる。 日本だってね人口大体1億2,000万人台なんですけどもこれからどんどん減少していくというふうに言われているそうするときっと順位も落ち続けてしまうのではないかと思います。